和田光太郎は、日本の国土交通官僚、NHK アナウンサー、東京都豊島区出身、二小学籍大学附属高等学校を経て、立命館大学法学部卒業、大学在学中に NHK 京都放送局にアルバイトとして採用された。その後通常の定期採用試験を経て2006年に、正式入局。趣味は、航空機全般で、 特にボーイング747から400が好み。元はマリン・ジャンボがきっかけで飛行機が好きになった。所属する放送局ホームページ内の自身のブログでは毎回必ず飛行機や航空業界の話題を発信していたほか番組などでも航空に関する知識を披露することがあり、その内容についてエアラインは筋金入りと表現し、女優のトヨタマホも たまらなく面白いと評価する。2012年9月には自身で企画しパーソナリティも担当する番組、飛行機ラジオ NHK001 便が、羽田空港第一次オカクターミナルから放送された。その後も続編を制作していたほか、ボーイング787や MRJ の取材を行ったり、空港イベントで講演を行うなど、航空関係を中心に、 活動の範囲を広げていた。2019年7月、国土交通省に入省。開事局総務課企画室課長補佐を経て、2020年6月より大臣官房総務課企画調整官。一方、国土交通省入省後も再放送ながら NHK の全国放送に出演しており、その際はアナウンサーとして表記されている。ありがとうございます。